はい、ありがとうございます。先ほどまでは中川さんが協力隊時代何をやっていたかみたいなところを含めてお話をお伺いしたんですけど、この動画では名前の呼び方から変えていきますね。はい、マグちゃんって呼ばれてたらしいんで、マグちゃんって3本目の動画を見ますね。その方がいいですね。はい、この動画ではマグちゃんが今何をしているのかっていうところをお聞きしたいなって思ってます。マグちゃんが今は派遣看護師としてもされていらっしゃるんですか？今は、IGPC の職員として。じゃあもう一本でやってるんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。改めてなんですけど、 IGPC がどういう団体なのかっていうところと、どこの地域を対象にしてるかってお聞きしてもいいですか？ IGPC は周産期って言われる機関があるんですけど、そこの周産期医療っていうものに焦点を当てて、途上国でのその周産期医療の分かります。はい、普及ですね、普及と提供、それからまあそれに伴う必要な機械とかがあるんですけど、そういったものの開発とかを同時に行っていこうとしている団体で、立ち上がったのが4年前ぐらい、まだ結構浅いんですよね。で、実際活動が大きくなってきたのもここ数年なので、はい、すごい若い団体なんです。あ、そうなんですね。はい、実際地域はどこら辺を今対象にしてるんですか？今は、シエラレオネっていう国に診療所を作ろうということで、そこに腰を据えて活動している機関なんですが、はい、あ、そうなんですね。はい、ちなみにシエラレオネってなんでそこにしようかって思ったの？シエラレオネっていう国はうちの団体の理事長がもともと NGO を通じて首都の病院で働いていたことがあったんですけれども、はい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 、そこでですね、別の企業さんが診療所をやっているところがあって、もともと提供していた診療所は風邪とか熱が出たとか、はい、そういう一般的なことに対してだけだったんですけど、そうではなくて、今度診療所がある地域全体に効果が波及するように、妊産婦さんのための分娩ができる施設を作りましょうということで、うん、そういうこと、協力体制を作って、はいはい、で IGPC ってさっき言ったように周産期、周産期って要はその妊婦さんと赤ちゃんを対象にした医療なんですけど、はいはいはい、私たちの強みはそこになるので、人員と技術の提供っていうことで出向いてっていうか、なるほど、そういうことになりました。いや、でもちょっと新しいなって思う部分があって、もともと NGO って寄付とか国のお金を使って運営されるっていうことが日本では一般的な気がしていると、はい、でも今 IGPC とかだと企業と連携して企業は資金を出すっていうところで、 IGPC はそこに技術とノウハウを上げるっていう関係性で今されてるってことですよね。そうですね。めちゃくちゃ理想な体制だと僕は思ってまして、はい、国に依存することなく企業間でお金をアライアンスを組んで事業が進められるっていうのは理想ですよね。うん、僕医療のこと全く知らないんで、周産期医療ってもう少し深掘りしたいんですけど、はい、僕が今までで分かったのは妊婦さんとそのお子さんに対して行うものっていうのは分かったんですけど、もう少し聞いてもいいですか？はい、周産期医療ってどんな医療なんでしたっけ？漫画のコウノドリ、コウノドリ、ああ、はいはいはい、っていうのをイメージしてもらうと一番分かりやすいと思うんですけど、はい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 、日本の場合は妊娠22週以降から生後28日までのお母さんと赤ちゃん、もしくは妊婦さんと胎児を対象とした医療のこと、はいはいはい、なるほど、妊娠にまつわるこうトラブルの話ですね。はいはい、じゃあ実際その時に行う医療っていうのがいわゆる周産期医療って呼ばれてるもの、はい、そこは施設をちゃんと用意しましょうとか、うん、そういったところだけではなくて、ノウハウとかも上げる感じなんですか？そうですね、私たちの診療所で対象とするのがですね、地域の妊婦さん全部ってわけではなくて、周産期医療が必要になる人って言葉で言うとハイリスクに分類される人なんですよ。なるほど。例えば妊娠中に血圧が上がっちゃった人とか、あと早産になりそうな人とか、それから逆子出産で帝王切開が必要な人とか、それから赤ちゃんの側で言うと、まあ、生まれた後に上手に呼吸ができなくって、そこを助けてあげなきゃとか、ちっちゃいとか。そういうことか。そうなんですよ。なるほど。なので物だけを上げてもなかなか難しいところがあって、なんでかっていうと、周産期医療っていうのは NICU って言葉分かりますか？いや、もう全然分からないです。ICU は分かります。 ICU は分かる。 N はネオネイタルって、はい、要は新生児の集中治療室で。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。保育器の中に赤ちゃんが、はい、ありますあります、入ってるのとか想像できます、はい、ああいうところなんですよね、はいはいはい、なので保育器がやっぱり必要 で、 なるほど。で赤ちゃんって妊娠の34週ぐらいまでにならないとお腹の外に出てきても自分で呼吸ができないんですよね、未熟すぎて。そうなんです。なので呼吸ができない子供がいたら呼吸器っていうのも必要になって、はいはいはい、それ以外にもお母さんの血圧の
管理をするのに、うん、薬を入れるのに点滴もすごい少ない量で入れなきゃいけないから、うん、ポンプ自動でちゃんと落としてくれるものとか、血圧もまあ別にこうやってシュッシュって手で測ってもいいけど、はい、自動の血圧計が必要とか、はいはいはい、そういう機械がどうしても必要になってくるんですよ ね、 インフラがね。そうなんです、うん、インフラ整えるのもそうだし、その機械を正しく使えて、うん、いや本当そうですね出てきた数値とか、うん、中に入っている赤ちゃんたちに正しい使い道で機械を使ってちゃんとしたケアを提供できるっていう人材がいることが重要になってくるので、うん、なるほど、そういう人材育成も含めてされてらっしゃるってことなんですね。そうしていきたい。なるほど。ところです。実際 IGPC でマグちゃんが働いている時って、はい、出張とかも行かれるんですか？私今実はちょっと療養期間で日本にいるんですけど、はいはいはい、まあ、基本的にはシエラレオネに行って常駐で、常駐になったんですね。そうなんですよ、2年ぐらいいるつもりで行ったんですけど。あ、そうなんですね。半年ぐらいでマラリアにかかってマラリアにかかっちゃったんですか？そうなんです。あ、そうなんですね、はい、じゃあ半年行ってマラリアにかかって帰ってきちゃった。強制送還強制送還になっちゃった。結構重度ってことですか？結構重度でした。何かあったんですか？マラリアにかかって重症マラリアになってしまったので、うんうんうん、マジっすか？はい、本当に重度だったんですね。本当に重度だったのでちゃんと治療ができるようにってことで、はい、当時いたシエラレオネから南アフリカに搬送されて、はい、でそれで南アフリカ行って南アフリカで治療した。治療しました。ちなみにマラリアにかかるとどういう症状が出るんですか？すごい高熱が出て、はい、熱が上がって下がって上がって下がってっていうのを繰り返すんですね、はい、はい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 。で大抵の人は検査してとか、うんうん、こういう流行地域に行って、うんうん、熱が出てきたらマラリアの薬を治療を始めようってなるんですけど、うんうん、まあ、ちょっと私は当時それができなくって、うんうん、薬を飲むのも遅れてしまい、うんうん、熱を数日出して気づいた時には昏睡。え、昏睡？はい、意識がなかった。昏睡？ちょっと待って、それ昏睡って一人で昏睡になってるわけじゃないですよね？当時は何人かいるゲストハウスにいたので丸一晩連絡つかないからおかしいっていうので別の部屋に泊まってた人が確認してくれて、やばこれやばいってなるじゃないですか、はい、それで国内の病院にまず入院させてもらったんですけど、はいはい、じゃあそれでシエラレオネ行きました、はい、でもシエラレオネでは対応できないから南アフリカに行ったって感じなんですか？そうですね。あ、じゃあ南アフリカではちゃんと治療して何事もなく終わったんですね。大掛かりで人工透析やったりとかしてたんですけど。え、人工透析って何でしたっけ？人工透析は体に管入れて、はい、そこから血液抜いて機械にかけてきれいにしてまた体に戻すっていう。やば。でも南アフリカからもう一回シエラレオネには戻らなかったんですね、良くなってからは。そうですね、2週間ぐらい透析やって寝たきりでっていうのもあって、うんうん、体力的にかなり落ちていたし、うん、直接シエラレオネに帰るっていうのは私は最初帰る気満々だったんですけど、やっぱり現実的ではないので一、はいはい、回日本に戻ってきて、うん、しっかり療養してから帰りましょうという流れになっていました。予定は。じゃあ今は日本で IGPC の職員として働かれてると。そうですね、今は。今は具体的に何されてらっしゃるんですか？今はですね、ちょっと事務的な作業を手伝わせてもらっていて。あ、そうなんです、ね、なんか今後マグちゃんからやりたいことってありますか？しばらく日本で働かなければいけない状況になっているので、うん、まずは普通の地域の看護師さんとか助産師さんとして仕事を全うするというか、今まで前に日本で働いていた時は協力隊に行くぞとか途上国に行って自分がしたいなっていうことに向かっての勤務の仕方だったんですけど、はいはい、今後はちょっと一旦じゃあ同じ職業でまた日本の現場に戻ってきた時に、うん、じゃあ日本の人のためにどういうふうに働けるかなっていうのを考えて、やっぱり産後のお母さんとか子育て中の人とかのサポートとかが自分のできることかなと思うので、うんうん、ちょっと今まで後回しにしてきたことをやっていきたいなっていうのが一つと、今そういう団体の事務的なことに関わるようになって、どういったこともそうだと思うんですけど、やっぱ現場の人だけではうまく進まない、なんか準備をする事務方の人がもちろん必要だしっていうのもだいぶ身を通して学んだことがあって、はい、今まではね最前線で活躍されてたんですけど、今裏方になって分かることもあると。なるほど、ありがとうございます。マグちゃんもそもそも北海道の田舎出身じゃないですか。この YouTube は全国に流れるんで、今後看護師とか国際協力とか海外で頑張りたいなと思ってる人たちに一言アドバイスするとしたら何ですかね？語学の力は絶対にあって損はしないので必要だし、はいはい、うん、日本の看護師さんとかであれば自分が思っている以上にその能力っていうのは高いので、うん、行きたいなと思った時には協力隊なりなんなりすぐに応募してみて、経験から学ぶこととか自分に足りない点に気づくとかっていうことたくさんあると思うので、早くいろいろやってみるといいかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。今日お話しした IGPC さんのリンクは概要欄には載せておきますんで、周産期医療のところとかも含めて興味があればぜひ皆さん見ていただければなと思います。はい、今日はですね、JICA海外協力隊出身で今助産師として活躍されているマグちゃんにお越しいただいたんですけど、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。